どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、登場していただきましたのはおなじみハニーさんでございます。こんにちは。はい、こんにちは、はい。2人が出てきたということは夫婦でセッションやってみましょう。だいたい2週間に1遍ぐらいのペースになってきてですね、うん、今日もやっていこうかなと思うんですけど、2人でねリビングルームでいつも弾いてるのをちょっと YouTube でも公開しておくということで、もうかれこれ 2年ぐらい経ってんのかな、ね、初めてから ね、はい。今までのやついっぱい楽しいアンサンブルでね、ウクレレガズレレだとさ、僕1人でだいたいレッスン動画すること多いんだけど、これだと2人でね、うん、やることとかハモったりとかね、いろんな違う弾き方だったりとかするやつやるんで、ちょっと他の動画もめちゃめちゃ参考になると思う。楽しいですよ。僕らと一緒にセッションしていきましょう。過去の動画の再生リスト貼っておきます。はい、そしてですね、今日もね、いい曲いきますよ。今日やる曲を発表します。はい、今日はこちらです。マッキーさんのもう恋なんてしない。この曲はですね、まあまあ別れちゃった後ね、なんか強がり言ってんだけど寂しいんだよねみたいな、そんな話ですね。やっぱりね、一回そういう本当ね、当たり前になっちゃうからね、やっぱ離れてみて気づくってこともあると思うんですけどね。はい、その曲をやってます。この曲実はガズレレ大学というふうにね、僕らがやってる大学があるんですよ。YouTube メンバーシッププログラムです。この今この映像をパソコンで見てる人は下にねメンバーになるというボタンがあるんで、そこから入れるんですけど、ここでの課題曲になってた曲で、これ途中の B メロで めっちゃ難しいとこ出てくるんですよ。かっこいいんだけど、慣れちゃうとね結構楽しいんだけどね、コツができたら楽しいよね。そうそうそう、で今日もそこが聞きどころかなと思うんですけどうまくいくかなって感じなんですけど、はい、これやってみようと思います。ガズレレ大学ではこんな感じで1曲をすごい深めてやっててね、なかなか楽しんで、ぜひチェックしてください。でですね、もしかしてこの動画初めて見た方もいるかもしれない。ウクレレめちゃくちゃ楽しくて誰でもあっという間にできますからね、興味あるなと思った方、ここに初心者レッスンのリンク貼っとくんで、ここから始めてください。マジで楽しくできますからね、ということをお伝えして、はい、で今日ね、この後デモ演奏するんですけど、演奏終わった後にちょっとしたねプチ発表があるんで、皆さんちょっと動画最後までねぜひ見てくださいということでございます。はい、じゃあ、早速やっていきましょうか。はい、はい、マッキーさんのもう恋なんてしない夫婦でセッションやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、ファイヤー。しないなんて言わないよね。
んじゃない？イエーイ。ちょっと今回練習した甲斐があってです今日良かったね、今た今日今テイクワンです。テイクワン。いやびっくりした、ね、あのやっぱりガズレレ大学って相当これ1ヶ月にわたって ね、まあ、やってたっていうのもあるんだけれども、いや気持ちがいいですね。やっぱさ、このあのなんだっけ、B メロね、ここね、やだよ、早くなっちゃうんで焦ってね。すごい。一緒にいる時は憂鬱に思えるけど、いやここね、難しいところが早くなっちゃうんですよ。これね、みんなドキドキするんだよね、大体ね、来る、あ、ここが来る来るみたいな感じで。まあでも、良かったんじゃないですか、ね、まあまあまあ、うん、すごい昨日の夜から練習したっていうのもあるんだけどもうちょっと忘れかけてたもんね。忘れかけて、危なかった、昨日やった時はね。そうそうそう、うん、だけど見事リカバリーして、うん、いやーよかった、いい夫婦でセッションになるから、日曜日のね、うん、朝からなんかもう元気になっちゃった、うん、はい、曲はね、ちょっと曲はね、悲しいんだけど、そのこの曲のいいところってそんなさ、なんかメロディーがね、なんか柔らかいからね、うん、そうなのよね、うん、でもすごくこの男心っていうかね、なんかよくわかるよね。なんかもうさ、一緒に住んでてさ、なんかもう当たり前になっちゃったんだけどさ、やっぱいなくなるとさ、やっぱり、ね、あの初めてわかるその人の大切さみたいなところで、ねね、皆さん、ね、なんかこの当たり前の中にね、そういう豊かさ、幸せっていうのもパンパンに詰まってるわけだ、うん、そこに気づいていきましょうということを教えてくれる曲かなというふうに思いました、はい、いやとにかくちょっとスムースに言ってよかったです。ありがとうございますこのね、もうこうなんてしない、これレッスン動画でぜひやってみてください。めちゃくちゃ面白いんで、ここにレッスン動画貼っとくんでちょっとやってみてねということと、今日ちょっとねお知らせとしてはですね、うん、まだちょっと正式発表じゃないんですけど、今ガズレレで何やってるかというと、この夏以降全国を回るライブハウスツアーを計画しているんです。すごい今びっくりしたでしょ。これガズラジではちょこちょこ、ガズラジっていうのは毎朝7時半からスタンド FM でやってるところではなんとなくね、あの皆さんにアナウンスはしていたんですけど、ライブハウスでガズレレの、まあ、トークショーとライブと抽選会とか Q&A コーナーとかいろいろちょっとやっていこうと思います。あのまだみんなで大合唱、みんなでも大声で歌いまくろうぜっていうのはちょっとまだね、時期早々かな、なんかちょっとよくわかんない。そういうことで今回はね、もう全国の、行けるところ、まず行ってみたいなということで、ライブハウスのやつを計画しています。ちょっとまとまったらね、改めて YouTube とか他その他 SNS で宣伝というか告知というかね、皆さんにシェアしてお伝えしようと思うんで、ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。これもね、もう中身盛りだくさん、ハニーももちろん一緒にいて、その中でも夫婦でセッションコーナーを設けようと、今何やろうかなって考えてるところなんですけどね。そんな情報が山盛りでございます。あれだよね、みんなもウクレレ持ってきて、伴奏はしてもね、できるからね、できるかなということでございますんで、はい、歌うのはね、やっぱちょっと今はちょっとまだ早いなということで、はい、今いろいろね詰めてる段階ですね、はい、お楽しみ情報をお持ちくださいということでございました。はい、で相変わらず2人でやってるねガズピアノの方もね、もうね地味にね楽しく、チャンネル登録しちゃったんだけど、もうねガズピアノも僕うまくなってきて、ね、左手のこのベース音のところを指でコントロールできる前までこれ指一本でそっちもね地道にレベルアップしてるんで、ガズピアノもぜひ面白いんでね、はい、あとは2人でもいろいろ他にもやってます、うん、まだまたあちこちで情報公開していきますんで、引き続きあっちからこっちから音楽とかいろいろやりたいことやって楽しんでいきましょう。それでは今日の夫婦のセッション本当大成功でね、よかった、はい、はい、それはまた YouTube、 ガズレレ YouTube で会いましょう。ハニーさんの縫い物時間というね、うん、YouTube で縫い物 の、 やってるんで、ね、うん、そっちの方もぜひフォローよろしくお願いします。じゃあ皆さんごきげんよう、さよなら、バイバイ、またねー。